皆さんこんばんは。今日は札幌オータムフェスト2022北海道ラーメン祭り2022 in 札幌第3期ラーメン店4店舗全部ご紹介します。まず最初にご紹介するのはラーメンとおばんざい麺の向こうさんです。黄金ホタテ香る牛尾チャーシュー麺800円。小樽産のホタテを使ったスープにもちもちの道産小麦特注平打ち縮れ麺がとってもよく合う。贅沢にホタテが2つとチャーシューが3枚も入ってます。三つ葉が香って女性に人気がありそうな一杯です。次にご紹介するのは増毛町にある麺屋田中商店さんです。増毛甘エビ味噌ラーメン800円。増毛産甘エビの頭をじっくり炊き、自家製エビ粉とエビ油を加えたスープは超濃厚。プリプリの中太縮れ麺にスープがよく絡みます。チャーシューはとろっとしてて甘い。3店舗目にご紹介するのは室蘭市にあるラーメン鉄塔さん。絶品麦味噌スープの室蘭ラブ麺、とろっとろ炙りチャーシューのせ800円。風味豊かでまろやかな甘みが特徴の粗つぶし味噌を使用した麦味噌スープ、芳醇な香りが口いっぱいに広がります。秘伝のタレに漬け込んだチャーシューはとってもとろっとろ。もやし、白菜、長ネギも入っています。最後にご紹介するのは札幌市にあるマリ飯田さんです。マリー飯田伝説の背脂煮干し肉盛りラーメン800円。3種類の煮干しから取ったスープの香りが最高。中細ストレート麺はもちっとしています。熱々の煮干しスープに背脂がよく合います。チャーシューは柔らかくてあっさりです。いただきます。マリーダさんはずっと行きたいと思っていたお店だったのでとっても嬉しいです。スープの上部に油の膜があるのでとっても熱々です。今日は3連休初日なんですが、札幌はあいにくの雨、結構寒いのでラーメンを食べると体が温まりますね。雨が強いので空いているかなと思いきや、ラーメンの会場だけなかなか混んでいます。札幌の人たちは本当にラーメン好きですね。気づいたらスープ全飲みしていました。本当に美味しかった。こちらは2店舗目に紹介した増毛甘エビ味噌ラーメン。エビの香りがすごい。スープはほんのり辛みがある感じでとっても濃厚です。増毛町は人口3800人ほどの小さな町ですが、ボタンエビの漁獲量がなんと日本一。昔はニシン漁も盛んだったそうです。オータムフェストは出店されているお店のある行ったことのない街をどんなところなのか調べるきっかけになりますね。3週間とっても楽しかったです。ごちそうさまでした。大通公園5丁目会場で10時から8時半まで営業中。第3期は9月23日から10月1日までです。ご視聴ありがとうございました。ぜひ行ってみてください。